皆さんこんにちは、大人の保健師チャンネルのカヌエラと天月あずです。はい、よろしくお願いします。二人ともね、長袖服を着て、はい、お揃いです。お揃いですね、白とピンクで、はい、はい、やっていきます。本日もですね、イースト駅前クリニックさんがコラボしているセクテックさんの動画を一緒に見て一緒に勉強していきましょう。はい、はい、今日の動画のテーマは何でしょう。はい、今日のテーマですね、はい、早漏になる自慰行為と早漏改善です。おお、これは知っておきたい情報ですね。ですね、悩んでる人多いですよね、はい、そうですね、はい、一緒に動画見て勉強していきましょう。はい、こんにちは、ね、G です。今回は後悔すればするほど早漏になるマスターベーション方法を5選お伝えしていきます。うんうん、早漏とは様々な定義がありますが、国際性医学会 ISSM に基づくのなら、はい、本人の意思に反して射精したいタイミングより早く出てしまい、コントロールができなく不満を感じている状態のことを言います。はいはい、はい、早漏を改善したいけれどどうしても難しいという男性は多くいます。その原因の根源は性交時にあるのではなく、普段のマスターベーションに問題がある方もいるのです。マスターベーションのやり方によってはやればやるほど早漏化してしまい、後に後悔をしてしまっている方もいるのです。やればやるほど、40代50代と年齢を重ねていくにつれて筋肉の衰えからも早漏になったり ED にも影響があるので、うんうん、早めに知っておくことがより重要です。今回そんな早漏になってしまうマスターベーション方法について身体機能に基づいてお話をしていきますので、うん、実際にやっていないかチェックしてみてくださいね。まず早漏って気になりますか？ニコシリハンって言われたらびっくりしますけど本当にでも早漏で悩んでますっていう人って、はい、でも本当にそれこそミコスリハンとか、うん、気になるっていうか、私が逆に満足できてないんじゃないのかなっていうので心配になっちゃうかもしれない、うん、ね、悩んでるって言われちゃうとちょっと気になるかなぐらいですかね。うん、別になんか嫌だなみたいな感じではない。あ、全然ないです。あの、他のところで頑張っていただければ求めますね戦いなんでね。戦い早漏になるマスターベーションのやり方5選。包皮マスターベーション。火星方形の方の中には包皮を使って上下に動かず包皮マスターベーションを行う方が多くいます。結構やってる方多いですよね。ローションをつけていなくても簡単にできるので楽なのですが、気道部分の刺激に慣れていないので過敏性早漏といって性感帯部分に少しの物理刺激によって射精しやすくなってしまうのです。なので日常のマスターベーションの中でペニスの気道や竿部分に刺激を与えることで改善を含んだ行為ができます。ローションをつけて気道に刺激したり、ね、竿を普段より少し握って刺激するなどを行い、無理ない刺激で徐々に慣れさせるように行いましょう。脱力マスターベーション。マスターベーションの時にお尻の穴を開きっぱなしで脱力しながら行っていると骨盤底筋周辺の筋肉が弱まります。骨盤底筋はペニスへの血流を送ったり止めたりする重要な役割を持つ筋肉です。なので脱力状態だとペニスへ血流を送る量も減り、完全な勃起ができず半勃起状態での射精をしてしまいがちになり、勃起力も弱まってしまいます。男性の体の仕組みが男性じゃないから分かんないんだけど、だから女子は結構さ力入ってるの全体的に入ってます。それこそさっき言った骨盤底筋だっていうその三角底筋のこの下のところに多分すごいその辺にこうギュッと入ってると思うんですよね。多分入ってるね。だからお尻の穴がふわーってなってる状態でのマスターベーションっていうのが全然想像できないんですけど、そうですね、男性的になんかあるあるなんですか？普通に意識しちゃうとないですね。まあそうですよね。多分そこまで気が回らないじゃないですか。興奮してて勃起しててセックスオーラハってやってるとか。最強の脱力マスターベーションは触んないっていうことですね。触んないで射精するってことですよね。こんな仙人みたいな人。あ、でも一回こういう人聞いたことあります。でもあの包茎の手術をした。はいはいはい。で手術した後何週間もちろんできない傷になってるんで、うんうんうん、って言ってもうあまりにも性欲が溜まりすぎてよし。できるので2週間後か10日後に手術終わった後につけたら、うんうんうん、はい、もう最初のもうサンプル見てるだけでもう出てたっていう話を聞いたことありますけど、怖いなそいつ。ちょっとこれなんかすごい素質があるかもすごいなんか言ってましたけど、何の素質？いつでもできるけど禁欲なのと、もうどうしてもできない状態の禁欲じゃ多分違うんだと思うんですよね。モチベーションが違う。そうだと思います多分。でもやり方的に良くないね、うん、お尻の穴もいろんな状態だから、うん、ソロになりやすいです、うん、その方は。勃起力と早漏には密接な関係性がありますし、衰弱性早漏といって40代50代以降になると
骨盤底筋の衰えによって射精の勢いやコントロールが難しくなり、そういうことになりやすくなるのです。ピラティスやった方がいいですよ。普段のマスターベーションでお尻の穴を閉めてペニスを持ち上げるように力を入れる行為を自然に行っている人には問題ありませんが、脱力をしながら行っている人は意図的に日常的なマスターベーションをしながらお尻を閉めて行っている人は、でもそう、どうなんだろう、なんかその筋トレとかでお尻鍛えてる人って勃起力もなんか上がってくるだと思います。野球選手の人とかってなんかわかんないですよ、これは。そうそうそう、わかんないですけど、はい、多分スケベな方多かったと思うんです。まあまあ、大事だ、多分あの浮かぶこと何かしますけど、はいはい、野球選手の方とかすごいこう勃起力もいいんだと思うんですよね。スポーツやってる方そもそも多分筋トレしてるんで、多分立ちもいいし、下半身がやっぱ大事なんで、だからお尻がプリッとしてる人は勃起力も多分強くて、性欲、はいはい、もある程度あるんだと。確かにやっぱ、ね、そのなんだっけ、あの男性ホルモンもね、そうです、そうです、うん、そうじゃないかなってすごい想像しちゃった、想像で、スポーツマンの方とかね、うん、確かに元気そうな、うん、なんか女好きなイメージあります。そうですよね、なんかね、大事なことですよ、大事なことですよ、大事なんで骨盤底筋周辺の筋肉を鍛えられ、勃起力の向上と早漏防止ができますね。弱すぎるグリップマスターベーション、弱すぎる。性障害のない男性の場合、 G の握力は平均 4.25 キロだった調査データがあります。なので極端にグリップが弱く、ペニスを握る握力が弱かったら、実際の性交渉では G を握る圧が 4.25 キロぐらいがいいって話ですか、それともそれが標準ってだけですかね。平均って話じゃない、平均ですね。その時みたいに手で握ってみてください。こんなに弱くていいんですか。結構男優さんとかでその分かんない初めて見た。する時握力握って、いや、でも聞いたことない、そんなお前が聞いたことない。いやいや、分かりやすいじゃないですか、平均って言うから。結構緩めだった。結構緩いと思います。射精だけして帰るシルダンの方、はい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 、絡みなしで、絡みなしでやるときにこう、どっかツボありますかって私を聞くんですけど、大体皆さんサオのあたりを結構強めにって言うんですよ。言うね。今ので言うと 4.25 キロって言って、今多分なんとなく掴んでもらったのがだいぶ緩い、痛いのかな私の強さですよ。どうなんでしょう。でも私もそう、強めにお願いしますって言われて、言われますよね、痛いですって言われたことある。あ、分かんない。だから何キロで握ったんでしょうね、その時の神野さんは。25くらい出てるかもしれない。結構痛くて強くなって痛くないと思うけど、いや、動きが多分、ローションとかでももちろん必要、摩擦がね、やっぱり薄れてっていうことなんですよ。そうだね、ローションくださいってね、なんかドゥルンドゥルンの泣きながら言ってる。そうそうです、うん、しやすいペニスになってしまいます。ちなみに勃起障害が見られる男性の場合は、10キロを超えた力で握って行為を行ってしまっていたようなので、握る力は強すぎず弱すぎずでちょうどいい必要がありますね。はじめに、今ぐらいでちょうどよかったのかも。多分そんぐらいでちょうど、ね、実験、なんかその、はい、多分行く前とかだけちょっと強めですよね、もうちょっと。行く前のが一番多分硬くなるんで、多分、うん、うーって硬い状態だと強くしてくれる。そうですよね、そこなるほど、はい、あ、おらお、途中で強めてもいいんじゃないですか。確かに、そうかもしれないで、自分思ったより緩めで、はい、そうですね、勉強になります。マネージャーが立ちました。緊張マスターベーション。自律神経というのは交感神経と副交感神経の2つからなり、緊張や興奮し、交感神経が優位に働いている時に射精しやすい状態となります。普段のマスターベーションで何かに没頭して呼吸が荒くなったり止まったりと過度な興奮状態を毎回繰り返していると、交感神経が優位になり、すぐに射精しやすい状態になります。没頭できることはいいことですが、これが習慣になれば、性的なスイッチが入ればすぐに射精しやすくなってしまいます。なので、過度な興奮を抑えてリラックスした状態である副交感神経を優位にすることで射精をしにくくなるので、普段のマスターベーション中に口で深く吐いて鼻で深く吸う深呼吸を取り入れることで脳はリラックスして副交感神経が優位になりやすくなります。本番を想定して深呼吸を意識することで心因性の早漏改善に効果が期待できます。本番中もさ深呼吸する人いないないですよ、多分大体の人ですよ。私のこれ多分なんとなくですけど、はい、あのそうご家庭ある、はい、あの方とかで、まあ、別にしたいっていう方、うん、今いらっしゃるじゃないですか、中の男性陣で、はいはい、急いでやると思うんです、多分。確かに。こんな深呼吸してゆっくりやってて、そんなやってたら、もう何やってんのって、ね、なっちゃうと思うんですよ。あとさっきは何やってんのって。そうです、ね、なっちゃう
って思ったら、子供起きちゃう。そうです、うん、もうそんな余裕も仕事もして育児もしてって多分もう勝負なんですよ、多分3分ぐらいで出さなきゃみたいな、はい、うるさいのような、そうです、もうなんか、はいはい、悠長におかさんってなんでなんないよって結構難しいですよね、これ。まあでもそれが習慣になっちゃうとソロになりがちってことですよね、うん、今話だと、うん、そう、だから別に毎回じゃなくてもいいけど、うん、できるタイミングでこういうのをね取り入れてもらえればっていうことかな、うん、なるほど、うん、むずいですね。作者マスターベーション、あー、G 公演は生産性が少ないからこそサクッと射精を終わらせるぞという方はいます。ただこれを日常的に繰り返してしまうと脳が早く出すことを覚えてしまい、射精までの経路が素早くなり、ペニスに刺激が行くことで実際の行為でもすぐに出てしまいやすくなります。また漫画に関しても動画に関してもですが、おかずの使い方の話で自分が好きな場面を使って射精をする切り抜きマスターベーションを繰り返してもすぐに射精をする癖がついてしまうので、結果的に早漏になってしまう可能性があります。なるほど。男性は射精するときに射精中枢が刺激されるので、うん、自身が射精しやすい刺激ですぐに射精することを繰り返していたら、実際の性行為でもその刺激をされたら我慢が難しくなります、うん、自身の射精しやすい刺激を把握してすぐに射精することを避け、性交渉でその刺激を避けることができれば、意図しないタイミングでの射精を回避しやすくなります。早漏改善するコントロール訓練法2000。早漏だとしても訓練によって改善をしている人は多くいます。シンプルだけれど効果的な早漏改善トレーニング方法をお話しします。改善したい。セマンズ法、スクイーズ法。このセマンズ法、スクイーズ法では自分一人でも効果はありますが、パートナーと一緒に協力して行うことでより効果的です。効果用なりってことですか？どうしようもわかんないです。密接用なりってことですよね。まだわからない。男性が射精を我慢できる範囲を体で覚えて、我慢をする感覚をつかみコントロールすることができるようになります。セマンズ法のやり方、はい、陰茎を手で刺激する。射精しそうになったら刺激を中止する。3回繰り返し。原さん、はいはい、これあれじゃないですか、今流行りのルインド。何ですか？オーガズムみたいな。ルインドなんかよくなんかあるじゃないですか。見たことあるかもしれない。エステモノでやるやつ。あれはじゃあいいってことですね。あれ出してね。じゃあダメって言いながら出ちゃう出ちゃうって止めて話すやつ。はい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 。3回やるといい。あれ3回やってください皆さん。と合わせてやる。もうそれ見ながらやれば、あのビリーズブートキャンプのように一緒にやりましょうって。そうです、なるほどなるほど。もう訓練ですね。訓練ですね。訓練ですね。まだってんだからはい、いいです。出しちゃダメです。確かにめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。刺激レベルを段階ごとに上げていく。3回我慢して4回目で出すっていうのをローションを使って刺激をしたり、グリップ力を少し上げたりと、刺激レベルを上げながら我慢する感覚を掴んでいきましょう。刺激を上げていくことで過敏性早漏の改善効果、パートナーに協力してもらうことで心因性早漏の改善効果が期待できます。スクイーズ法のやり方、はいはいはい、セマンズ法と似た早漏トレーニングでもあるスクイーズ法があります。射精しそうになったら刺激を止めて、手で気筒と包皮状態の圧迫をし、射精感を遠ざけて我慢する感覚を身につけられる方法になります。無理やり普通的にその出る管を止める。スクイーズ法ともに数ヶ月単位での継続が必要となりますが、スクイーズ法によって 85% 以上の男性が、マジでやっぱ一人じゃダメなんでしょうね。まあ、あんまり一人すぎると、多分その、まあ、自分でやっぱなかなかコントロールが難しいんじゃない。やっぱそういう相手協力してくれるパートナーがいると、うん、やっぱりそのセマンズ法だとかスクイーズ法だとか、うん、だったらうまくいくんじゃないのか。女性が分かんなくないですか、デリタイミング。いやそうなんですよ。なんか行くって言わなきゃダメだよって、ね、パーンって弾けそうですけど、どうなんでしょう。バカするかもしれない、うん、バカするかもしれない。しますよね。怖いね。そうだった、もうできないかもしれない。バカしたら、いやこれ大丈夫、ちょやってみてください。誰かにやってみてください。これどうなんですか。行っちゃった感じになりそうな気するけど。話を聞いてたと思うんですけど、はい、出そうになって止めてとかっていうことやってると、うん、慣れてきちゃう人いませんか。我慢しすぎて、こう逃しちゃう、こうなんか突き出ちゃう感じ。そうだ、女の子もあると思うんですけど、あなんかこう行けそうなのに何かがこう変わることで、うんうんうん、苗の方に行っちゃうとき、分かるかもしれない。体位が変わるときに苗に、はいはいはい、それも出るっつって出るときにその間延びさせるために、はいはいはい、多分早漏の人は体位変えるといいとかってよく言いますけど、多分苗ちゃう人いると思うんですよね。そうだね、それって、うん、
じゃそれを思うと結構難易度高めなのかなって。そうだね、まあ、慣れちゃった時はどうするんだろう。でも一回慣れちゃうとそれをもう一回同じとこまで持ってくのって結構大変じゃないですか、ね、そうだね、お互い、うん、だいぶそのたちまちってまさにその時なのかなって思ったりとか一番悲しい時間。そうです、そうです、そうできないですよ。しかも人にやってもらってダメなんですよ。気持ちの問題と言いますね。気持ちの問題なんだ、うん、多分そうだと思います。気持ち、己との精神と時の時間みたいな、なんかね、そういう感じですね。自分と向き合う時間、うん、なるほどね。1日以内に早動が改善したという研究結果もあり、うん、自分で射精を抑える感覚を身につけていくことができる訓練方法となります。3ヶ月以内、うん、骨盤底筋トレーニング。骨盤の底、恥骨、尾骨および座骨の間に位置する筋肉の総称を骨盤底筋と言います、うんうん、この骨盤底筋を鍛えることで筋肉の衰えによる早動改善、衰弱性早動だけでなく勃起力向上、ED 改善、尿漏れ、腸の機能制御など年齢を重ねると現れる症状の防止にも役立ちます。骨盤底筋を鍛えるために肛門締め体操、ケーゲル体操が効果的です。肛門締め体操のやり方、はい、お尻の穴をギュッと締める、力を抜く、この繰り返しを素早く行う。1日に合計300回を目標に繰り返しましょう。この動きを取り入れることで骨盤底筋に刺激し鍛えることができます。日常生活で立っているとき、椅子に座っているときといつでも取り入れることができる方法です。ケーゲル体操のやり方、ケーゲル体操、仰向けに寝た状態で足を肩幅に開き膝を立てる、うん、息を口で吐きながらお尻の穴をキュッと締め、内ももに力を入れて腰を上げる、うん、肩、背骨、膝が一直線になる状態まで上げて数秒間停止する、うん、ゆっくり鼻で息を吸いながら下ろします、うんうん、10回を目標に繰り返しましょう。筋トレでありますよね、なんかこう女の子をよくやるといい、あ、よくストレとかとストレージやるでしょうね。ストレってあるじゃないですか、女の子もそれと多分やってること多分ほとんど変わらないと思うんですよね。そう、スクワットとかきつい人は多分こういうのでも、うんうんうん、大体同じところには効いてるから。そうですね、要は筋トレしてダイエットすると同じことってこう一石三鳥ぐらいに。筋トレが一番いいってことですよね、これ。そうです。4週間から6週間ほどで自覚できるほど改善効果が出てきますよ。はい、ED 薬で早動改善、うん、ED 薬といえば勃起力を高める効果で有名ですが、勃起力を高めるだけでなく早動改善にも一定の効果が期待できることが分かっている研究データも複数あるのです、信頼性が高い医学研究でバイアグラ 50mg、はい、シアリス 20mg、うん、レビトラ 10mg、 プラセボ、これらのいずれかを飲ませた被験者群、各20名ずつで勃起してから射精するまでの時間をストップウォッチを使って計測しました。プラセボ群の平均が 48.5 秒、バイアグラ群が 53.5 秒、シアリス群が70秒、デビトラ群が 82.5 秒。この結果から ED 治療薬であるデビトラ、シアリス、バイアグラでは服用量が違い個人差もあることから必ずしもレビトラが一番効果があるとは言い切れませんが、どれも ED 薬は早動改善の効果が期待できることがわかります、ED 薬を飲むことでなぜ早動が改善できるかの理由は、勃起高度が上がり神経が鈍くなる、 ED 薬を使ったことで心理的にリラックス状態になっているなどが考えられますが、明確なメカニズムは明らかにされていません。ただ、ED 薬は早動改善として明確な効果が明らかにされていることからも早動改善策の一つになりますね。 ED 薬は薬局には売っていないので、 ED 薬を取り扱っているクリニックに行く必要があります。イースト駅前クリニックでは簡単な問診だけで院内でお薬が処方されます。全国展開されていて主要駅近くでアクセスがいいので、仕事帰りに手軽に自分に合った ED 薬を処方してもらえます、はい、ED ではないけれど相談していいのかと思われることもあると思いますが、まずは気軽にご相談してみてください。またオンライン診療も可能です。イースト駅前クリニックは2008年に開院して以来200万人以上の患者様治療も行っており、 ED 治療だけでなく AGA 治療も行っています。気軽さと信頼の両方を兼ね備えたクリニックです。早動には精神的な原因、身体的な原因がありますが、うん、日常の自慰行為で鍛えることができるのです。確かに。また早動を改善するためのトレーニングも確立されているので、素敵な行為のために一緒にやっていきましょう、うん、最後まで見てくれてありがとうございます、うん、また次の動画でお会いしましょう。なるほど、またねなるほどです。こういうことでしたけど、いろいろその、まあ、やればやるほど早動になりやすい自慰行為の紹介と、うん、はい、あとその対策方法をね、うん、学んできましたけど、どうでした？いやー、ちょっと、あんま見たことがないので、男性のその、
風景を、まあ、そうだね、うん、私たちが知識があってもやっぱそれ発信してあげないと、うん、多分男性もそこまでなんかその自行為でこう改善できるって思ってない人も多いですし、うんうんうん、これをきっかけにね知ってくれる人がいればいいなと思いますけど、ね、でも結構難しくないですか。いやそうなんだよね。そのまあ ED 薬あるじゃないですか。はいはい。ED 薬飲んだ方がいかなくなります本当に。でも ED 薬大事ね。なんか飲み合わせ食べ合わせでこう注意点とかありますよね。胃がちょっと痛くなったりとか。グレープフルーツダメだったりとか満腹すぎるとダメとか。あその血流をね良くする要は薬だからちょっとねタイミングとか。僕 ED なんで、はい、逆に立った時にすぐに行きやすいんですよ。その時しかできないから。はいはいはい。飲んだ時はなんかずっと硬いじゃないですか。うん、ああ。だから逆に全然いかないですよ。へえ。そういう意味では確かに早漏改善になってるってことですよね。確かに確かに。なんか一回ね、うん、なんか私がもし男性だったらね、なんか試しでなんかね、一回ね、うん、試してみたい、そのイリアク。ね、そうですよね、うん。ということでね、やればやるほど早漏になるマスターベーションの方法、やり方と、早漏対策の仕方でした。はい、勉強になったよって方は、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。はい、お願いします。次の動画でお会いしましょう。